経済学学学学部の中に法学科があある大大った大学地方国立大学で経済学部の中に法学部がある大学がいくつかあるんですね。まあ、要は法学部を作るまでに至らず、経済学部などの中に法律関係の学科が設置されていて、まあ、それが事実上法学部の役割を果たしている。北海道の小樽商科大学、小学部に 企業法学科がありますので、まあこれみたいな感じです。新州大学は経済学部に経済システム法学科がありましたが、2016年に経法学部になり、総合法律学科として、えー、学科として独立できました。ただ、多くの大学では経済学部の中にある法律関係というのは、まあ正直言って礼遇されていると言わざるを得ない。埼玉大学経済学部。 かつて社会環境設計学科というのがあって法律、それから政策科学系だったんですが現在は一学科になってしまい法と公共政策メジャーとして残っています。惜しまれるのは横浜国立大学。かつて経済法学科があったんですよ。経済学部の中に。ところがロースクールを作るときに先生がそっちへ移ってしまい 経済システム学科、法と経済コースになってしまい、定員も大幅に減らされました。現在は経済学部、法と経済社会分野になってしまい、一応は法律学科があったのに、今や完全消滅。これは本当に悲劇で、神奈川県は横浜国立大学も横浜私立大学も法学部がなく、国公立の法学部が一切ありません。 東北6県より人口多いのに、埼玉大学も中国地方5県より人口多いのに、国公立法学部がない、国立法学部がない、千葉県にはある。予告に法律がないのは、僕は悲劇だと思うんですよ。東京行くしかない。私立大学だって、神奈川大の法学部と関東学院ぐらいですかね、東海大も半分東京行っちゃったし、いわゆるマーチの法学部とか、ニットコマ線ぐらいの法学部すらない。 神奈川県は法学部砂漠なんですよ。みんな東京まで長距離通勤しとるわけですね。神奈川県には法学部が必要だ。埼玉県も。まあ、埼玉に至っては医学部も必要。ええー、と、まあ、この辺にしといて。というわけで、受験生のニーズから考えたら、埼玉大と横国に法学部がないのはいかにも物足りないんですけどね。はい。えー、佐賀大学経済学部に経済法学科があります。おかげで佐賀県の高校生は、 公務員になりたければ、ここへ行けるわけですね。この佐賀大学経済学部の経済法学科、僕は死守してほしい。何が何でも残してほしい。なぜならば、今、経済学部の中にある法律学科をどんどん潰してるからです。許せない。富山大学経済学部経済法学科は来年から経済経営学科、 公共政策プログラムになってしまいます。理系人材増やしてるのかなその分。滋賀大学経済学部。社会システム学科。ここは法律と人文。要は一般教養の文学系の先生がいて、人文社会と法律が合体してて、要は滋賀大学経済学部、事実上単価大学ですから、一般教養の部分がこの社会システムで、ここに法学部の先生がいたんですが、 2023年に、えー、総合経済学科1学科になってしまい、社会システム専攻。天下の滋賀大経済が1学科というのは、どうにも僕は寂しい。経営学科も会計学科も、金融、ファイナンスの学科もなくなってしまいました。大分大学経済学部。4学科体制だったんですが、ここも総合経済学科1学科になってしまいます。うーん、もったいない。で、 大分大学の場合は、地域システム学科っていうのが、まあ、地域ってついてるんでお分かりの通り、行政政策系で、ここが大分大学のいわば法学部だったんですね。2024年からは、総合経済学科地域経営法コースになります。なので、同じような他の大学どうなんだろうと思って、長崎大学の経済学部を調べたんですが、遠隔を見る限り、 長崎大学は歴史上法律系の学科やコースというものが設置されたことはない。間違ってたらごめんなさい。えー、山口大学。経済学部経営学科に企業法務コースがあるんですが、山口大学もかつては経済法学科がありました。このように地方の貴重な経済学部の中にある法律学科は今どんどん潰されてます。すごく残念。公務員志望の高校生、地方には多いのに。 その他の旧制交渉はどうなってんだろうまあ、経済学部が設置されてる時点で、国立大学の場合、まあ、高等商業だったところが多いんですけど、福島大学の場合は、めでたく行政政策学類があります、えー。ここは昔の行政社会学部で、一橋と似てて、法学部と社会学部が合体してる。これは噂なんで裏は取れてないんですけど、法学部を作ろうとしたら文部省に反対されて行政社会学部になった。行政の学部。 ということで珍しかったんですが、まあ、一応福島大学には法学部っぽいものはある。和歌山大学。経済学部、経済学科、1学科になってて、えー、その中で企業会計税法と地域公共政策、公益事業という2つのプログラムがありますが、和歌山大学もかつては社会システム設計学科というのがあって、ここが法律、政治、政策系だったんですね。香川大学。はい。ちゃんと法学部があります。 まあ、ここご存知、経済の名門なんですけど、まあ、うまいこと、香川大は法学部作ってもらいました。やはり、四国4県全体を管轄している高松高等裁判所があるのが、まあ、理由としては大きいかなと。香川大おめでとう。その代わり、香川大学は人文系がありません。文学部がないんですね。文学、人文がなくて、文学、歴史、哲学といった勉強ができない。これは、高知大や愛媛大ではできる。 徳島にもちょっとある。香川大は人文系ないのはちょっと寂しいですが、経済と法が揃ってます。では、他の県はどうなってるかっていうと、文学部と経済学部と法学部が合体してる国立大学が多いですね。えー、大変言いづらいんですが、要は都会の大規模私立大学のように独立できないわけですね。規模が小さくて。弘前大学、岩手大、山形、茨城、静岡、三重、島根、愛媛、鹿児島とかで、まあ多くは、 旧制高校だった大学。旧制高校の文学系ですね。理学系は理学部や工学部になっていったわけですね。理工学部と。なんで、この各県の人文社会系の学部に経済系とか法律系が学部学科で存在はしてるんですけど、こういうところが都会のマンモス次第の法学部や経済学部よりも劣るとは言わないものの、 ロースクール設置できなかったり、設置しても負けて消え去ったりして、やっぱり法律を専門に学ぶ環境としては、専任教員が足りず、まあ歴史的に昔だったら、専修大学法学部へ、声運の志を持って上京するとかね、天下の日大法学部とかね、関西大法学部とかね、まあ明治の方とかね、そういうところに比べると、ちょっとまあ、寂しいかなと。先生の数も少ないし、定員も小さいし、 全般的に法律を学ぶという環境としてはちょっと寂しいかなとは思うんですが、まあ、地元で公務員になりたいんだったら当然有力な進学先ですこの辺りが結局は全部の県に経済学部や法学部を国立できちんと設置できないというのが、まあ、歴史的経緯からしょうがないんですけど何とも寂しいですね私立大学でも経済経営系に法律をぶら下げている大学はあって まず、熊本学園大学経済学部リーガルエコノミクス学科。熊本は、熊本大学は文学部と法学部はあるんだけど、経済がないというすごい組み合わせで、熊本学園大学に小学部経済学部があります。大阪経済大学がビジネス法学科を持ってます。早く大阪経済は法学部を作るべきだと個人的には思います。北海道の北西学園が経済法学科を持ってます。まあ あの北海学園という最強の公務員のですね、めちゃくちゃ強い大学が君臨している中で、まあ、北星学園も法律系学科を持って公務員要請やる。東北にですね、経営法学科3つもあって、東北文化学園、青森中央学院、富士大ですね。東北文化学園は仙台なんで東北学院に勝てませんが、青森中央学院と富士大学は、うまく県内の受験生を取り込んで、公務員要請に力を入れれば、白鴎大学や 宮崎産業経営大学のように法律系の学科を持っていることで生き延びられるかもしれません。福岡県の西日本短大がビジネス法学科を持っています。まあこれは短大ですけどね。で、珍しい逆パターンとして、鹿児島の私学館大学の法学部が法ビジネス学科を持ってますが、まあ、旧制高等商業学校である鹿児島国際大学の経済経営が君臨してますから、まあちょっとその後陣を配しているのかなということで、 法学部法律学科なんてどこでもあんじゃんなんて都会の人は思うかもしれませんが、はっきり言って地方にはありません。地方は法学部ないんです。しょうがないんです。歴史的経緯から。経済学部の中で法律を扱ってたり、残念なんですが現在、やっぱりこれは国立大学に対する国、財務省の締め付けが厳しくなっているのでしょうかあるいは理系に変えていってるんでしょうか経済学部の中にある法律系学科は、受難の時代でどんどん消えてて、コースやプログラムになっちゃってます。 なので、受験生は、もし受けてるだけだと、学科がなくなっちゃうんで、例えば、富山県の高校生、経営法学科なくなっちゃう、金沢大学入れない、えー、高岡法科じゃ物足りない、えー、金沢清流公務員強いけど法学部がない、という状況なんで、富山大学の経済経営学科の公共政策プログラムを知っておかないと、富山県の高校生は国公立出て公務員になるのも難しい。滋賀大も社会システム専攻はある。で、大分や山口もこの、 コース名で残ってる法律系を探さないと、法学部志望の受験生は、県を出てかざるを得ない。という感じですね。ということで、まあ、あとはこの、文経済法が合体している人文社会系の国立大学、それぞれ頑張ってると思うんですけど、なんか、理工系とかが割と目立ってるのに対して、この人文社会系が、 世の中に対してなんかインパクトのある情報を発信してるかというと僕はとても疑問。まあ地元の金融機関や公務員にちゃんと入れてるからいいじゃんっていうですね宣伝しなくていいじゃんっていう気持ちを感じなくもないなというところですね。はい。というところで今回のテーマなんですが経済学部の中に法学科がある大学あった大学でした。個人的には横国や埼玉大をはじめ法学部がないというのは僕は物足りない。 まあ、アメリカみたいに、ロースクールは大学院で、法律の勉強は大学院というならともかく、実際には首都圏、関西、あるいは全国の私立大学で大きな法学部はあるわけですから、せめて横国、埼玉ぐらいは法学部が欲しい。本当は国公立に入りたいのに、入れない首都圏の高校生を救済するために、国公立大は首都圏はもっと必要かもしれない。冗談で、広島大学や新潟大学は東京に引っ越せと。まあ、あの本気で言ってませんよ。 そういう声だってあるぐらいで。でも、そんなカリフォルニア大学みたいになっちゃったら、まあ、首都圏の私立大学は大打撃ですから、これはあくまでも妄想で実際にやるとかやれとかいう話じゃありませんが、まあ、現実こんな感じで、割と法律系の学科は、地方は少ないんですよという話でした。